ヘーゼルタイン男爵マイケルレーデーブディン・ヘーゼルタインはイギリスの政治家一代貴族保守党の政治家でありマーガレット・サッチャー内閣やジョン・メイジャー内閣で閣僚職を歴任した2001年に一代貴族ヘーゼルタイン男爵に除されたウェールズ・グラモーガンズ・オンジーに生まれる父ルパート・ヘイゼルタインは工場所有者であり第二次世界大戦に 陸軍中佐として従軍した。シュルーズベリー校を経て、オックスフォード大学、ベンブルックカレッジへ進学。1961年から1965年に、某出版社の取締役を務めた。1959年の総選挙に側選挙区から、保守党と挙国派自由党の候補として、1964年の総選挙には、 コベントリー北部選挙区から保守党候補として出馬したが、いずれも労働党候補に敗れた。1966年の総選挙でタビストック選挙区から当選し、保守党の庶民議員となった。1970年には運輸省政務次官に就任。1974年の総選挙からはヘンリー選挙区から選出される議員となる。1979年5月に、 マーガレット・ザッチャー内閣が発足すると、環境大臣に就任した。環境大臣は、住宅政策を所管していたが、ヘーゼル・タインは、住宅支出の削減計画を進めるべく、住宅政策の交付金や補助金の支出総額を政府で定めた。そのため、地方政府がこの範囲を超えて、住宅支出を行う場合は、地方当局が記載するか、公営住宅の家賃を上げるか、 民間借家への補助を減額するしかなくなり、さらに支出総額を超過する、自治体には交付金補助金を過重的に減額する制裁措置を取れるようにした。これにより、地方政府の住宅支出を抑制し、交付金、補助金削減に成功した。またヘーゼル隊員は、サッチャー政権の公務員削減方針を最も厳しく断行した閣僚だった。1980年には、 公営住宅の借家人に居住期間の長さに応じて割引価格で持ち家の購入権を与える政策を主導した。この政策によって1987年までに100万人の公営住宅住民が持ち家を獲得している。1983年1月に国防大臣に転任。1985年末から翌年にかけての ヘリコプター製造会社ウエストランドエアクラフトをめぐる騒動の中心人物となった。同社は80年代に経営危機に陥り政府に救済を求め、1985年に政府は支援の方針を固めたが、資本補強の方法をめぐって政府内に対立が発生した。アメリカのシコルスキーエアクラフトが資本提供を申し出ていたが、ヘーゼルタインはこれに難色を示し、 ヨーロッパ企業との連携を模索した。1985年11月末には、フランス、ドイツ、イタリアの軍備責任者を招集して、国家軍備責任者会議を開催し、ヨーロッパで設計、製造されたもの以外のヘリコプターは買わないこととする合意を結んだ。しかしこれは、ヘーゼルタインの独断選考として批判され、欧州会議派のサッチャーや、 通商産業大臣ブリタンと対立を深めた。12月9日の内閣委員会小委員会で、サッチャーは、政府は、などに拘束されない旨を宣言した。これに対して、ヘーゼルタインは12月12日の閣議において議題になかったウエストランド問題を持ち出した。マスコミもこの頃からウエストランド問題をめぐる政府内の分裂を報じるようになった。12月21日には、 ウエストランド社は、イタリアのフィアット社も提携に入れることで、ヨーロッパ企業の体裁を整えた上で、シコルスキー社及びフィアット社と提携し、サッチャー,ーも、この提携を支持する表明を出した。しかしヘーゼルタインはなおも、この件を問題視し、今回のウエストランドの提携契約は、ヨーロッパ共同開発プロジェクトと両立しないという、見解を公表した。サッチャーはこれに激怒し、 1986年1月9日の閣議で今後内閣と異なる意見を明らかにする前には内閣で同意を得なければならずそれは将来の発言だけでなく過去の発言を繰り返すことも対象となることを宣言したつまりヘーゼルタインはこれ以上ウエストランド社問題にことを唱えることを禁じられたヘーゼルタインはこれに激怒し 私はもはやこの内閣の閣僚ではいられないと宣言して閣議を退席。その後直ちに記者会見を開き、辞職する意思を表明した。その後、ヘーゼル大ンは、親欧州派の代表格として欧州会議派のサッチャーとの対決姿勢を強め、1990年11月末に行われた保守党党首選挙にサッチャーの対抗馬として出馬した。 ヘーゼルタインは152票、サッチャーは204票を獲得したが、サッチャーの当選とするには4票足りなかった。第二次選挙が行われる見通しとなったが、サッチャーは自分への反感が党内で広がっている。ことから第二次選挙に出馬しないことを決意し、ジョン・メイジャーを支える側に回った。第二次選挙までに、ヘーゼルタインに反対する戦線が出来上がったため、 第二次選挙はメージャーが185票、ヘーゼルタインが132票、ダグラス・ハードが56票という結果に終わった。メージャーも当選とするには票が足りていなかったが、ヘーゼルタインとハードが第3次選挙への出馬を辞退したことにより、メージャーの当選が確定した。メージャー内閣が発足すると、環境大臣に返り咲いた。 この人事はメイジャーが人頭税と批判されていたコミュニティチャージを廃止する決意を固めたことを意味していた。1991年3月にヘーゼルタインは1993年3月をもって人頭税を廃止し新たな地方税としてカウンシルタックスを1993年4月から導入すると発表した。これは単純に人道税以前のレーと呼ばれる。 固定資産税方式を復活させるものではなく、人と資産両方に課税する方式で、いわば人頭税と固定資産税を足し手にで割った制度だった。1992年から1995年にかけては通商町長官を務めた。ヘーゼルタインはメージャーには忠実に使え、1995年には副首相のポストを得た。 これ以降1997年の政権交代まで、メジャーと彼とケネス・クラークが3人で政権を主導するようになった。2013年2月13日のヘーゼルタイン協労働党への政権交代後、ユーロへの参加に踏み切りたかったトニー・ブレア首相は1999年10月に、保守党のヘーゼルタインやクラーク、自由民主党のチャールズ・ケネディなど、他党の親欧州派とともに、 ヨーロッパの中のイギリスを結成し、ユーロ参加への機運の盛り上げを図ったが、世論調査で、ユーロ参加反対が多数を占める、世論状況は変えられなかった。2001年6月12日に一大貴族、ヘーゼルタイン男爵に乗され、貴族院議員に列した。英国の EU 離脱には、英国が EU から離脱すればヨーロッパはドイツに支配される、 英国の歴史的国益に反するとして反対している。2017年9月6日には、ロイターのインタビューに対して、EU 離脱の経済的な打撃で世論が変化すれば、離脱の決定が覆される可能性があるとの認識を示した。2001年6月12日に、以下の借用新規に除せられた。ありがとうございます。